じゃあですね、一部に足立夢っていう、なんかインチキ野郎が、とんでもなく幼稚なマジックをやってるようなんで、ちょっと私の方ではですね、アレンジします。あまりにも子供騙しのことをやってるのを見たことがありますんで、私の、アレンジを加えた形でそれを再現してみますけども、再現というか別物のマジックですね。同じ原理を使った。じゃあ、6つの道具がここにありますけど、まず1個ナイフですね。でもう1個はライター。これがカードケースって言って、マジシャンがよくカードをここに入れておくためのケース。そしてこれが紙。で、これが筆ペンですね。ちょっとしまったかな。そして最後にテープです。じゃあですね、まずちょっとこれは抜けといて、この紙を使って、字を書きます。じゃあ、何の字書こうかな。やっぱりみんなが好きな字っていうのがいいと思うんで、ちょっと、書きます。こんな字ですね。忍術の忍という字です。じゃあですね、この紙をですね、今から、破きます。こんな風に、かなりこういい加減にこれ破ってますんでね、いいでしょうか。見てくださいね。かなりランダムな形に破ってあります。そしたらですね、この紙をちょっとくっつけてやって、燃やしちゃうんですね。燃えてしまいましたね。再生されます。ただこれがですね、ちゃんとくっついてなかったら不自然ですよね。ですから今からお見せしますけども、どうでしょうかね。完璧にくっついてんですよ。ここの方が分かりやすいでしょうかね。よく見てください。見えますか？きれいにくっついてますよね。きれいにくっついてることは同じ紙です、これは。先ほど燃やしたのと。ではですね、これだけではちょっと面白くないので、もうちょっと変わったことをしましょう。これをですね、テープでここに貼ってしまうんですよ。何かちょっと座りますけども、もたついてて、なかなかこうきれいに貼れなかったりする。もうちょっとあるかな。こっちに入れた方がいいですね。こんなんでいいか。いいでしょう。もう一回これ見せますね、どういう状態になってるかっていうのを。今こういう状態になってます。わかるでしょうか。見えますかね、こうスローテープで貼ったのが。じゃあこれからここで気孔をかけます。でもですね、気孔をかけるっつっても、なんていうか、こういう中で気孔をかけたんじゃやっぱり面白くないんで、こっから面白いことをお見せします。これをですね、目の前でくっつくところを見てもらいますんで、よーく見ててください。ですか。
セロテープを剥がしますね。おっと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 、どうでしょうか、紙がくっついちゃったんですよ。今度は紙それ自体もくっついてます。というマジックですね。